ごご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は山本五郎作モーゼ島の冒険この作品は1940年昭和15年「探検小説」名作集の中に「探検小説」名作集の中の一作として刊行されたものです。それでは、 本文をどうぞ。第一編「神秘の島第一章」南太平洋のある海上に「ーゼ島あるいはまた「天下の島」と呼ばれる怪奇な一孤島があるという伝説は古くから航海者たちの口から口へ伝わった。 預言者モーゼは紫内山上で神から天の日によって十回を授けられたというがその孤島は今もなお天の日をあなって雲屏へ十回を書くといいそれが伝説の名の由来だと伝えられているその島のことを初めて記録にのぼせたのはスペインの貴族ドリゴー伯爵の 我が新世界という旅行機であるドリゴー博は有名な冒険家で1620年に5艘の船を率いて「新世界探検」に乗り出し東インド諸島から南太平洋を横断し南アメリカを回って1635年に帰国している。我が新世界がその時の旅行記であるがその中の「 1629年6月17日の項に次のような記録がある「今我々の前方20回里の彼方に天の火の島があるこの島こそ世界中の冒険家の憧れの的であった我々は今その島を完全にして引き返すのだこの島を見るために恐るべき犠牲が払われた死の海は 我らの偵察船セントヨセフ号とエプロ号とを一瞬にして飲み去ったあの瞬間の恐怖こそ終生忘るべからざるものであろう二層の幽銭は島へ近づくとともに忽然として理由もなくまるで石ころが沈むように沈没し去ったのだいかなる航海者も天の日の島へ近寄ることはできぬ ああの死の海の死海る限りは、「モーゼ島に関する記事はそれだけである」「伯爵はその島を発見し20海里まで接近しながらそれ以上は何も成し得ずに去っている」「偵察のためにやった2艘の船が理由もなく石ころのように沈没したというのはなぜか死の海とは何の意味か」残念ながら、 ドリゴー博の記録ではわからない1700年代に入ってオランダの探検家マイダス・オルデンがルソン島から南太平洋へかけて10年がかりの探検をやった結果「未知の島々」という手記を書いたその中にはやや詳しくモーゼ島のことが記してあるそれによると島は周囲約 8 90マイル。海岸線は高さ200フィートに余るき立した断崖絶壁で囲まれ樹木も草も見られない船をつける場所もなく断崖を登る方もないつまり海中からいきなり巨大な岩尾が突き立っているようなものである付近の海は静音であるがある一箇所だけ知ることのできない不思議な海溝がある。 誤ってそこへ船を進めると沈没は免れない。我々の同行の船アムステルダム号はついにそこで悲しむべき運命の渦を残して皆そこへ沈んだ。ここにもまたノリゴ白の記録と同じように死の海のことが書いてある。もっともそれ以後七人の冒険家が次々とモーゼ島あるいは天の日の島の 記録を残しているがどの書物にも死の海の恐るべき記事のないものはないそしてついに今日に至るまで一人としてその島へ上陸したものがなかったのである旗の構造博士がこの島の探検を思い立ったのは10年も前のことだ博士は古い航海者たちの伝説から各国の冒険家の記録を残りなく読み その島に関する十分な知識を得ると同時に、昭和九年の春、完全として第一回の探検を決行した。しかし、五ヶ月にわたる難航の後、ようやく島の位置だけは突き止めたものの、すでに探検に必要な物資が不足していたので、眼前に目的の島を見たまま、むなしく帰らざるを得なかったのである。 この惜しむべき失敗の後博士は第2回の探検を完全にするため4年間を準備に費やした。同行者には古物学の藤原健博士自然科学者として頼元純吉博士を選び助手としては甥の大沼哲夫、門下生の理学士内田三郎内田の妹の鈴子などが加わった。 また無電気や16ミリ撮影機を用意し武器火薬食料も1年分を積み込むなど前回の時に数倍する準備を持って昭和13年10月初め第2回の探検に出発したのである。東京港を出版した探検船「白鸚丸は」は途中で一度小さな暴風雨に遭ったのみで 3週間というものは南へ南へと無事な海藻を続け23日目の夕方ついに目的地へと到着した整形140度4分、南海気船から150回りラバ諸島を右に見てさらに東南へ200回りほど行った絶海の洋上にそのモーゼ島はあった。記念すべき、 昭和13年11月7日の早朝まだ東の水平線がようやく色づき始めた頃探検隊の人々は日の出を待ちきれずに白鸚丸の甲板へ走り出た「モーゼ島は2キロの先に突き立っている」「実にそれは突っ立っているという以外に形容のできぬ光景であった」「島の周囲は海を抜くこと 200フィートあるいは300フィートの断崖である全くオルデンが未知の島々の中に書いている通り海の中から巨大な岩が突き出ているようなものだうーんこいつは難物だぞ頼元博士がまず大きなため息をついた第二章飛行機でも持ってこなければ あの断崖の上や登れやせん。まるで壁だね。いや、登ることはできるよ。畑野博士は自信ありげに言った。第一回の時に周囲を回ってみたんだ。西側の方にただ一箇所だけ岩の裂け目がある。そこならどうやら登れそうなんだ。木も草も生えておらんようじゃないか。その代わり食人師のいる心配もないというわけさ。 何にしても思ったより難物だ。頼元博士はよほど驚いたらしい畑野博士はまたその様子を見てクスクス笑っていた朝の食事が済むと間もなく畑野博士はおいの大沼哲夫と内田三郎を呼び船長にボートを下ろすよう命令した島を眼前に見ると一時もじっとしていられないらしいまず三人で 一番乗りをやろううとということになったのだ。3人だけで行くなんて危険だ島には何がいるか知れんじゃないか上陸するならみんな一緒にやろう船員の腕っこきを10人ばかり連れて行ったらなどと人々は口々に忠告したが博士は笑って受け付けなかった「に、例の登り口の裂け目を見に行くだけさ夕方までには帰ってくるよ」とあっさり。 ボートへ乗り込んだしかし実を言うと博士は一晩野営をするつもりであった断崖の裂け目を調べてもしできたら頂上まで行ってみるのもいいと考えたのであるだからひそかに小銃を二丁と食料やテントを積み込んでいたところがいざボートを下ろそうとした時内田の妹鈴子が走ってきていきなりボートへ飛び乗ってしまった。 メだ鈴子いけないよ内田は驚いて止めたがいやよ私先生とお兄様から一歩も離れない決意で来たんですものそれにここまで来て一番乗りに遅れるなんて意味ないわだって今夜は野営するんだぜ野営ぐらい毎年上高地でやっていますもの平気だわまあよかろうの野かせはそばから美少しながら一 せっかく乗ったんだから一緒に行くさその代わり自分のことは自分で始末するんだよ女の子だからといって我々は別に大事にしてあげることはできないんだからそんなこと初めからわかってますわ先生鈴子は美しい歯を見せて笑いながら元気にそう言って大沼哲夫のそばへ座ったボートは本線を離れた太陽はすでに高く昇っていた 波一つ立たぬ海面は強い日光を受けてギラギラと目をいるように輝いているどっちを向いてもカモメやアホウドリやその他の海蝶の姿が一羽も見えない海蝶の飛ばぬ海は花のない園のように寂しいものだ大沼哲夫は双眼鏡を覗きながらふとそんなことを考えた 1一時間の後ボートは島の西海岸へと着いたそこにはわずかながら絶壁の下に波をかぶらない平らな岩が突き出ていたので4人はボートをしっかりと岩へ繋いで上陸した恐ろしく高いなすごいわね丸ビルの3倍はあるだろう目がクラクラするわよ断崖の真下に立ってみると。 屹300フィートの高さは全く圧倒的なものであった博士はパイプに火をつけながら「我々がこの島へ上陸した最初の人類だ我々4人の名こそこの断崖へ刻みつけて千個に残すべきものだ鈴子君は日本の全女性の代表というとこだねあら素晴らしいわ大いに威張っていいよさあ 裂け目を見に行くかね。内田と徹生が銃を持ち博士が先に立って左に進んだ波に現れて尖った足場の悪い岩地であるほとんど断崖にすがるような格好で1 5 0メートルほど行くのに約1時間を要したがやがて右手に大きな絶壁の裂け目のあるところへ出たそれはまるで雷にでも裂かれたように。 5メートル足らずの幅の頂上まで割れているしかも幸運なことにはその裂け目の左右には足場としてもってこいの岩の尖りが出ているのだこいつはうまいぞ博士は思わず叫んだまるであつらえたようじゃないかこれなら少しザイルを使うだけで楽に登ることができる一休みしたらやってみよう上へ上がって合図したら船の人たちはさぞびっくりするでしょうね 鈴子は目を輝かせながら元気に叫んだその時海の方を見ていた哲夫がそっと博士のそばへ近寄ってささやいた「おじさんこっちへ来てください何だ?」哲夫は内田兄弟から離れると博士の手に双眼鏡を渡しながら言った「白鸚丸が見えなくなりました死の海にはまったのではないでしょうか」 博士の顔色が青くなった。